担当するキャスターさんお呼びしていきましょう。今日は檜山沙耶キャスターです。こんばんは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当していきます。今夜から明日週間のお天気まで見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日見てました。本当ですか。あのリプライでありがとうございました。こちらこそありがとうございました。まさか、まさかリアルタイムで紹介されるとは。はい、あの全部はね難しかったんですけれど、はい、ちょうどそうあのタイミングを、あ、そうだったんですね、うん、見ていて可愛い。いや、そんな私もいつもゆいちゃんに癒されてるので。本当ですか。いやいやいや。ちょっとなので一つお願いがあるんですけれど。何ですか。私にもえもえ君やってください。ここでやるんですか。欲しいです。ここでゆうちゃんのためだけにやるっていう考えるとまたいいですね。あ、やるんですか。ゆうちゃんも一緒にやりますよ。いいよ。じゃあどこ、こっちですか。画面に向かってですか。こっちに。あ、カメラに向かって、カメラに向かって。じゃあいや、さやちゃんのがね欲しいですよ。いやいや、そんなことないです。ゆうちゃんのが見たいって言ってる方が多いですからね。いやそらに行くんですか。どんな時間ですかね。でもリンゴキュンもすごい可愛かったよ。本当ですか、うん、ゆいちゃんはずんだキュンですか。ずんだキュンにしようか。じゃあじゃあ分かった。ずんだキュン、はい、リンゴキュン、萌え萌えキュンでいきましょう。了解しました。はい、じゃあ所定はゆいちゃんから。じゃあ行きますよ、はい、あ、すごい声が、ね、声が開いちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。行きますよ、はい、せーの、ずんだキュン。いいですか。リンゴキュン。せーの、マイモイキュン。何やってんの私たち。変だよ。いや、こういう日もあっていいじゃないですか。え、何やってんの。なんかきっとこれでね、マイモイキュンって言って天気が良くなることを願ってっていう儀式ですからね。儀式、はい。行きましょう。行きましょう。せーの、マイモイキュン。晴れろ晴れろ晴れろ。何の時間ですか。私の人なんかやばいキャスターですね。私そんなことないです。乗っかってるので一緒です。楽しいね、はい、うん、そう。いやでも私、はい、メイド喫茶って行ったことないんですけど、はい、そうなんですね。すっごい行ってみたいんですよ。じゃあ今度行きましょうよ、はい、あ、行ったことありますか。行ったこと何度もあって。え、どういうメイドさんがお好きですか。私はちょっと猫耳つけてるような、あのキャピキャピしてるメイドさんですか。そうそうそう、秋葉原行きましょう。あ、本当ですか、はい、メイドさんにも結構種類あるんですか。種類があるんですよ。クラシカルのロング丈のメイドさんもいれば、うん、あ、好きでしょう。好きです。あのクラシカルレクシアまでロング丈のメイドさん、椿屋コーヒーとかね、好きなのもいれば、うん、ゆうちゃんが言ってた猫耳つけている、猫耳つけているメイドさんもいるので案内しますね。なるほど。してください。はい、私は結構はい、自分落ち着いているタイプだと思ってるので、うん、はい、人からこうキュン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 ってされると好きなんですよ。そうですね。じゃあ行きましょう。行きましょうか、うん、え、楽しみにしてます。あ、楽しみです。猫耳も持ってきますか。猫耳も持ってないですけれど買います。じゃあ売ってったりするので。そうですね、はい、はい、じゃあそんなね、もえもえキュンの話をしていきましたけれども、はい、はい、晴れるかな。ね、ちょっと晴れること願いたいですよね。晴れてないんだけど。幕張、ね、夕日も厳しい、ね、夕日も厳しいんですよね、うん、関東この後は雨が降りやすくなるということで、はい、ちょっとね、キュンパワーも届かないようですね。そうですね、はい、キュンパワーは今日はちょっと難しいんですけれども、はい、明日の西日本の日本海側ではキュンパワーが届きそうでして、日差しが届く見込みがありますので、明日のお天気まで一緒に見ていきましょう。はい、やるんですか。クロマキーでキュンパワー。キュンパワーですか、はい、ちょっと難しかったので今やりますか。最後で締めはキュンパワーにしましょう。キュンパワーにしましょうか、はいはいはい、ではこの後ぜひね、イブニングも皆さんご参加いただければと思います。ここまではアフタヌーンでした。せーの、キュンパワーパワー。それではこの後20時から番組を担当するキャスターさんお呼びしましょう。檜山沙耶キャスターです。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します。今夜から明日のお天気とこの先1週間のお天気まで確認していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
11月に入りましたけれども、はい、さやちゃんは秋楽しめてますか？秋ですか、はい、いや最近秋っていう期間が短くないですか、うん、そうなんですよ ねなんか過ごしやすいと思えば、はい、暑くなったりって感じる日もあって、なのでこう天候的には秋はあんまり楽しめてないんですけれども、うん、味覚では楽しめてます、うん、やっぱりそうだよね、秋の味って本当に美味しいものが、はい、美味しいもの多いですもんね、栗とかさつまいもとか食べました、ね、幸福を感じますよね、うん、ですよね。ゆみちゃんは何か秋感じました？私もアイスコーナーをよく、はい巡るんですけれどもどこのですか、スーパーとかスーパーだったりコンビニさんのアイスコーナーをこう探検するんですけれども、はい、結構秋味、うん、期間限定の栗の味だったり、ああり、ね、ピノとか、はい、あとはなんだろう、ピノもあるんですか、うん、それでも結構期間限定、ピノはね、お芋味が出てました。あ、そうなんですか。そう、紅芋かな。コーティングがってことですか。コーティングもあの中の味も、食べてみたい。さやちゃんにおすすめ。なんかお芋のフラペチーノに、あ、好きなんですよ。ハマってたじゃないですか。はい、だからスタバのありました。これさやちゃんお芋味好きそうと思いながら、食べたい食べたい。期間限定まだ間に合いますか。期間限定多分まだあると思います。あ、じゃあちょっと調べてみたいと思います。はい、なんかね、皆さんのリポートで知ることが多いじゃないですか。そうですよね、私もリポートでこの間知って、ね、最近ハマってるものがあるんですけれども、うん、何ハマってます？あの秋とは全く関係ないんですけれども、うん、あのカプリチョーザの冷凍のスパゲッティあるってご存知ですか、うん、カプリチョーザさんの？あ、そうですそうです、それをあのリポートで届いて、そこから私セブンイレブンさんに行って、セブンさんなんだ、購入したんですよ、あのね、ぜひ今日買って帰ります。今日ぜひ、しかもあの在庫検索できるみたいで、知ってますか？この、だよねなんか私も検索 あのあるかな、どこのセブンさんで売ってるかってことですか？そうそうそう、皆さんどこに売ってるか教えてくださいって問いかけたら、すごい、セブンイレブンさんのアプリをダウンロードすると、はい、在庫で検索できるみたいになってるので、そうなんだ、ぜひウェザーニュースのアプリなのかセブンさんのアプリなのかウェザーニュースのアプリではないセブンさんの、ぜひなんでお近くの調べてみてください。なかなかお店でしか食べられない味だと思ってたので、ね、ですよね、いいですね。それで言うと、あの銀だこさんのたこ焼き美味しいですよ。美味しいですよね。あれも冷凍あるんですか？銀だこの冷凍たこ焼きめっちゃ美味しい。面白いね、この時間に食品の、ね、紹介しててでもさ、冷凍食品って本当に進化してるから。いや本当だよ ね、いや、カプリチョーザの食べ方私おすすめがあって、あのバジルかけて食べるんですよ。あ、本格的。そうなんですよ、ね、やってください。やります。銀だこもやりますね、はい、ぜひウェザーニュースのアプリは在庫レーダーはありませんただあの、ね、コンビニ行くまでのお天気をお伝えしてますので、そうですね、はい、皆さんもいつ行けばいいかなって雨雲レーダーでチェックしてコンビニ出かけてみてください、はい、さあ、でもここからは今日のリポート見ていきましょう、はい、今日はですね、こちら池袋の駅前のクリスマスツリーがもう点灯されているということで、はいはい、東口の方ですね。お、さすが。いや、パルコって書いてありますしね。さすがさやちゃんもね庭ですから、さやちゃんのよく言ってましたよやっぱりこのクリスマスツリーは定番ですか？あ、定番です。そうなんだ。この時期になるとだんだんと点灯してきますね。へー、これ結構大きそうに見えるんだけど、うんうん、大きいですか？東口近くにあるので結構目立つとは思いますね、うんうん、へー、東口ってあの公園がある方？あ、そうですそうです、 ある方です。そうか、ちょうど去年さ、東池袋でお仕事帰り、はい、一緒に、ね、あそこも東口通った後でちょっとこう離れている場所あったよね、はい、ご飯食べながら。そうなんです。仕事終わりのビールが行きたいですね。美味しかったね。何月頃でしたっけ？いや、この時期くらいでしたよ ね、 たよね。また行きましょう。また行きたいです。去年と比べるとまだまだね、うん、過ごしやすいですけれども、暖かい日もあるので、うん、忘年会でも、ね、行きましょう、ね、行きましょう、行きましょう。楽しみにしております。まあ、そんなね、イルミネーションが始まりましたよというお話もしていったんですけれども、うんうん、はい、ムーンの時間帯もまだ穏やかな空が続きそうですね。そうですね、うん、今晩も穏やかな天気続いていきそうです。ただ明日になりますと低気圧が発生し、全国的に雨の降りやすい天気へと変わっていきそうです。明日のお天気まで詳しく見ていきましょう、はい、ではこの後ムーンよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、カプリチョーザさんの冷凍パスタチェックして帰りたいと思いますね、これからお夕飯という方もいらっしゃるかもしれません。ぜひさやちゃんのムーンでお天気も確認しつつ、良い夜をお過ごしください。それでは、ではこの後17時からのウェザーニュースライブイブニングを担当されるキャスターさん選びしていきましょう。
今日はイブニングさやちゃんです。こんばんは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します。今夜から明日のお天気とこの先1週間のお天気まで確認していきましょう。よろしくお願いします。昨日もクロストークをしましたけれども、はい、できましたね。はい、あの後さやちゃんからおすすめされたカプリチョーザのパスタを買って帰りました。ありましたか。ありました。すごい人気って伺ってるので、はい、大店舗さんもある中で、はい、レアじゃないですか。そう、コンビニさんを巡って、いやでも私たちが帰る時間帯はもう最近真っ暗じゃないですか。そうですよね。あたりも暗くなって、暗くなってね、冷たい空気の中で、そろそろイルミネーションも楽しみですよね。今日かららしいですよね、幕張イルミネーション。そうですよね。去年って何色でしたっけ。去年何色だろう。あの駅前ですよね。そうです、そうです。いろんな色があってカラフルで、確か幕張ってローマ字でありましたよね。今日はあの点灯式も行われるみたいで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。どんな点灯式。毎年ちょっと色が変わってません、あれ。そうなんですか、全く気づかなかったです。私もなんとなくなんですけど、はい、そう、あとはこの幕張のテクノガーデンの中庭も今日からですね。中庭も今日からなんですね。そう、今日かららしいです。楽しみです ね。イルミネーションが始まるといよいよ今年も終わるなっていう気分になりませんか。そんな気持ちになります、ね、特に今年は早かったですね。あっという間でしたよね。あっという間でした。毎年それは感じているんですけれど、どんどん日を追うごとにそう感じますよ ね。今でこれだからどうなっちゃうんでしょう、10年後。10年後はもっと、はい、一瞬一瞬なんじゃないですか、ね、よく言いますよね。よく言います、なんか小学校の頃とか、はい、私は一番小学 3,4 年の時がもう1年がすごく長く感じたんですよ。わかります、わかります。永遠に終わんないんじゃないかって。あれですよね、あの、月日が経つごとに、なんて言うんでしょう、慣れが発生するのかわからないですけれども、新しいことがやっぱりないと刺激を受けなくなるのかな。ですよね、きっと子供の頃って一日がすごく長く感じましたけれども、やっぱり年月の蓄積があるのでその分早く感じるのかもしれないですよね。そうですね、あ、またこの季節だ、また同じことだみたいな繰り返していくと気がします。そうそう、夏休みずっと終わらなかったですよ ね。1ヶ月じゃなかったですよ ね。なんか 2,3 ヶ月のイメージでしたよね。そうそう、感じてましたし、まあね、今の方がもしかしたらやることが多くなっていることもあるかもしれませんけれども、せわしくなくね、過ごしているのかもしれません。6年間が一番なかった。あ、分かります、ね、何なんでしょう ね。私永遠に小学生なのかなと思ってました。私もあの小学校の頃は、大学生とか高校生ってずっと遠くにあるものだと思ってたんですよ。分かります。大人ってすごいなって20代の早くないですか。一瞬でしたよね。一瞬ですね。大学生が前の、はい、何でしょう、 2,3 年前に感じますもん、今ですら、そうですよね、はい、そう、だからまあやっぱり子供と大人の感覚って違うんだなっていうのを最近実感しますし、感じますよね、これからもっともっとそうなるんじゃないですか。もっともっとね、大事に生きていきたいですね。そうね、分母の数が増えて早くなるっていった説もあるみたいですよ。なるほど。なんかその分ね、やっぱりなんだろう、せわしなくすごい、ね、過ぎちゃうのかもしれないですね。ねえ、うん、私この時期のさやちゃんと去年おととし何してたかなって振り返ったんですよ、はい、去年は、まあ、ちょうどねお仕事帰りに池袋にビール飲んでましたよね。そう、ビール飲んだり、おととしは、はい、あのゴスロリ撮影をしてました。その時期でしたっけ。11月ですか。11月、思い出しました。10月このあたりなんですよ。10月11月、確かに。そうそう、2年前がすぐに感じませんか。ね、そうだよ ね。いや、早すぎて、早すぎてっていう話題をね、11月12月はきっと来年もそうなりそうですよね。来年もそうなりますね、きっとずっと同じことを話してると思うんですけれども、毎日大事に過ごしたいですね、はい、大事に過ごしていきましょう、はい、そんな、今日アフタヌーン、全国的に雨が降っていて、肌寒い体感とリポートもいただいていたんですが、はい、猫ちゃんたちもちょっと寒かったようで、かわいい、ストローの上にちょこんと、本当だ、あと奥の方にも猫ちゃんですね。奥の方にもね、なんか猫ちゃん乗ってるみたいに見えますね。そうなの、遠近法に乗ってるように見えてかわいいよね。いいです ね、まあ、実はこの席をきっと狙ってるんじゃないかって、目線が確かにそうですもんね。
いやでも確かにね、冷えてきたので、冷えてきました。東北方面ではね、雪も降る心配もありますし、暖かくして過ごしていただきたいですね。そうですね、この先のお天気はやはり雨などに注目となりそうですかね、うん、そうですね、引き続き雨の範囲今晩は広がっていきそうです、はい、夜の遅い時間帯になりますと北海道では雪の範囲拡大する予想となっております。路面状況の変化に注意が必要ですので詳しく見ていきましょう。はい、それではこの後のイブニングよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブアフタヌーンお付き合いいただきありがとうございました、この後もですね、夜はさらに風が冷たく感じられそうですので暖かくしてお過ごしください。それでは皆さん、この後も良い夜、そして良い週末をお過ごしください。